皆様こんにちは、セントスでございます。今回は麻婆豆腐を作らせていただこうと思います。個人的にも最も好きな料理の一つでもありますし、まあ日本人にとって麻婆豆腐は最も馴染みのね、深い中華料理なんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ簡単に材料から説明していきたいと思います。大体これで2人前かと思います。豆腐1丁、ひき肉がまあ 200g ぐらいですかね、大体。まあ前後してもいいと思います。合い挽きです。豚でもいいと思います。それからまあ仕上げ用のラー油、紹興酒、まあ甜麺醤、豆板醤、鶏ガラスープの素、あとニンニクと生姜、ネギ、ポーチで、片栗粉と、まあこれはなくてもいいと思うんですけどね、色合いを良くするためにこれまあ冷凍している青ネギですね。で今回は使わないんですけども、ナッツとか入れたりしても美味しいかと思います。あとはまあ好みなんですけども、この花椒っていうんですか、かなりねビリッとくる辛みがあるんですけども、お好きな方はめちゃくちゃ好きなんじゃないかなと思いますよね。じゃあ下ごしらえしていきますか。まずは豆腐を下茹でするための水を沸かします。塩もねちょっと入れていただいた方がいいと思います。はい、簡単に刻みましたネギと生姜とニンニク、そしてトーチですね。トーチは丸のままでもいいと思うんですが、刻んだ方が自分は好きです。で豆腐なんですけど、豆腐の切り方も本当いろいろあるみたいで、斜めに切ったりとか、まあ大きめに切ったりとかあると思うんですけど、好みでいいと思うんですよね。大きさ変われば食感も変わるので。うわー、自分はまあオーソドックスに正方形に切っていきます。こんなんでいいんじゃないでしょうか。ほっ、かなり大きさムラありますけどね。まあまずは真ん中で切って、あとはこう微調整って感じですけど、まあ、こんなもんすかね。はい、では調理していきます。まず少しだけ油を引いて、あんまり多くなくていいと思いますよね。火をつけます。中火ぐらいですかね。でここに合い挽きの肉を入れていきます。まあ合い挽きじゃなくて豚でもいいと思うんですけど、牛とか鶏とかっていうのはあんまり聞いたことないですかね。まあでも好みですから、そういった選択肢ももしかしたらあるかもしれませんね。でこれはですね、結構たっぷりと炒めていきます。まあまずはもちろん赤いところがなくなるまで炒めるんですけども、そこからもまた少し炒めていく過程が必要です。だんだん色が変わってきたんですが、まだちょっとこの油に濁りがある状態なんですよ。これが透明になるまで炒めた方が美味しいみたいですね。どうでしょう、わかります？ちょっとごめんなさい、どう見せた方がいいんだこれ。おーおー、あピピピ言った。炒めていると油がかなり透明になってきますので、あれ、どっちが中央だ、ここ、あ、こっちだった。いや、ちょっと透明です。はい、こんなになれば十分だと思いますね。自分はね、ちょっとね、油が多いのが好きじゃないので、ちょっとだけ吸います。これはやらなくていいです。でもやっぱり麻婆豆腐って自分の好みをかなり出していい料理だと思ってるので、本当にいろいろ試してみて好きなようにしてみるといいと思います。じゃあしっかりとひき肉を炒めたらですね、豆板醤を入れます。まだパッタパッタですからね。あーっ
とスプーンがあります。ちょっと待ってください、焦げちゃ本当に身も蓋もないですから、若干焦げましたね。豆板醤は本当に辛いので好みでいいと思います。これぐらい。麻婆豆腐大好きなんですが、辛いものがそれほど得意じゃないので、まあ、自分はこれぐらいの量にしてます。で、甜麺醤はその2倍ぐらいですかね。あっつー、気のせいです。で、ここにニンニクと生姜も入れちゃいましょう。ほっほっほっ、お願いだから跳ねないでほしいです。で、これまたしっかりめに炒めて、それぞれの味とか風味を引き出してあげるといいっぽいですね。あんまりよくわかりませんからね。なんか多分これがいいんだろうと思ってやってるだけで正解かどうかわかりませんけど、とにかく料理で大事なのはですよ、まあ料理を語るなって思われるかもしれないんですが、自分が美味しいかどうかだと思うんですよ。誰かのために作って美味しいと思ってもらえるっていうのは次の段階だと思うので、まあ、あの自分は独り身だからさ、まあ、そういうのを考えたこともないわけですよ。まあ、しっかり炒めましょう。で、ここに紹興酒を少し入れます。かなり入れたな、ちょっと多いかもしれません。まあいいです。これは普通の調理酒でもいいですし、まあ、なければなくてもいいと思います。あとはですね、ここに醤油を入れたりとか、あと砂糖を入れたりとか、オイスターソース入れたりとか、結構本当にいろんな味付けの仕方があるっぽいんですけども、まあ、ちょっとですね、このトーチを入れるので、まあ、トーチ、これ大豆をですね、塩で発酵させたものなんですけども、これ自身ちょっとしょっぱいんですよ。で、さらにここに醤油とか、まあ、塩はあんまりいないですかね。まあ、ちょっと加えてしまうとですね、しょっぱいなっていうのが個人的にあったので、自分はですね、醤油とかそういったものを加えません。なので、まあ、砂糖もあってもいいと思うんですけども、まあ、一旦今回はなしでやってみましょう。あと胡椒を少し、胡椒とごまが大好きなんでね、大体何にでも入れちゃダメじゃなければ胡椒かごま入ってますね。またここでチャッチャカチャッチャカ炒めてあげます。はい、じゃあですね、鶏ガラスープを入れます。まあ鶏ガラスープないので、鶏ガラスープの素と水で代用します。水の量はですね、多めよりは少なめの方がいいと思います。こんくらいですかね。あ、多めにすると味付けのバランスがおかしくなっちゃうので、後で足すことはできるんですが、まあ、ちょっとね、水は少なめスタートにした方がいいと思うんですよね。で、鶏ガラスープの素はこんなもんでいいと思います。これも鶏ガラスープの素すらなければ入れなくてもいいと思いますし、もししっかりと鶏を茹でて味付けしたいって方がいらっしゃったら、めちゃくちゃ本格的な味になると思います。水足りないよこれ。こんなもんですかね。豆腐をこれから下茹でするんですが、まあ、それでもですね、若干やっぱり水気出ちゃいますから、少なめぐらいでいいと思います。これね、多くしちゃうとね、やっぱシャバシャバしちゃって味がね、間延びしちゃうので、極力少なめで。で、ここでですね、またしっかり炒めて、しっかりと
煮る、これ大事みたいですね。でこれとですね並行しまして、そろそろ豆腐をですね茹で始めたいと思います。では、豆腐を茹でていきたいと思います。この中には塩が入っています。ちょっと怖いですよね、いつもね。なんか木綿豆腐で作ってるときはいいと思うんですけど、絹の場合ってやっぱりこう持つと崩れちゃうので、あ、ちょっと火弱めましょうか、怖いので。じゃあちょっと包丁で入れましょうか。包丁でね、バチャってなるとね、熱いですからね。熱いのっていうのは苦手です。寒いのも苦手ですけどね。よし、いやー、いやー、あらっち、ふう、やってやったぜ。まあ、ある程度しっかり茹でてもらって、この豆腐の中の水分をですね少し出して、まあ、特にこの絹ごし豆腐なんかは柔らかいので身が崩れないようになったりしますし、あとその豆腐から余分な水が麻婆豆腐の中に出なくなるので、まあ、そのためにこれをするという過程になりますけども、まあ、電子レンジで代用することもできて、電子レンジでどれぐらいだろうな、600ワットで2分ぐらいですかね。まあ、それぐらいやってあげてもですね、まあ、しっかりと中の水は抜けるんじゃないかなと思いますね。この塊すげえ気になりますね。はっ、よし、完璧です。まあ、その際はですね、電子レンジに入れる前にキッチンペーパーに豆腐を包んであげてですね、それでやるといいかなと思いますね。ではこんなものでいいと思いますので、これをザルに開けます。茹でた後時間を置くと良くないみたいなんで、しっかりと麻婆豆腐の中に入れる直前にザルに開けてあげるといいと思います。まあ、ちょっとね勢いよくやりすぎちゃいましたけど、まあ、こんな感じで茹で上がっております。ではここに先ほどの豆腐を入れます。跳ねないように気をつけつつ、あらららららららっと、あ、ザルの跡がついちゃった。これをですね、豆腐が崩れないようにあえて、でこれでもまたちょっとだけ煮ます。じゃあここにですね最後にネギを入れて、でこれをあえます。そしたら水溶き片栗粉をですねちょっとずつ入れて、まあ、様子を見ながらですね、ここもね、豆腐が崩れないように気をつけてたんですよ。お、こんなもんじゃないでしょうか。で、仕上げにですね、ラー油をちょっとかけてあげて、で、ちょっと煮ます。はい、いいんじゃないでしょうか。じゃあ食べてみたいと思います。こんな感じに、あれ、どこ見えるんだできてます。熱っ、いただきます。美味しいと思う、美味しいと思うよ、美味しいと思います。人に出せるな、あっ、熱いし辛いけど、いや、よくできてると思います。あ、美味しいな。ご飯にも合うと思うし、ビールとかも合うんじゃない。こんなこともあろうかとビールを用意しましたよ。
ビールは1年半ぐらいトレモしたら飲めるようになりました。結構、まあ普通ですかね。いただきます。うん。で、麻婆豆腐食べる。で飲む。いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあそんな感じです。これがもし美味しそうだなと思ったらいいね、それとチャンネル登録をお願いします。美味しくなさそうだなと思ったらやだねでしたっけ、やだねボタンをお願いいたします。バイバイ。